吉田さん、なんか動画の処理が全然できてないみたいなんで、もう一本撮りますね。えっ、ー、と、お送りしようと思った動画は、吉田さんのゼロに、まあ、そのゼロをね、受けて、無っていうね、うん、無業とか、無価値の無っていうのを送ったんですよ。で、ゼロと無っていうのは一見同じように見えるけども、まあ、全然違うよということなんですよね。無っていうのは何にもない状態なんですよ。 で、ゼロっていうのは、ゼロを入れる箱があるって状態ですよね。で、もっと言うと、ゼロっていうのは、千プラスマイナス千みたいな感じで、イコールゼロっていう形ができるんですよね。千の借金をしたら、千の現金が、ここに手元に残るって感じです。それを返済しちゃうとゼロになると。でも、無っていうのは、借金もしてない状態ですよね。で、借金の逆で、 お金を稼ぐで、稼ぐとすると時間なり知恵なり、まあ、お金を使うってことになると思います、まあ、そうすると1000っていうものを得る反対側では1000っていうものを生み出すために何かリソースを使ってるはずなんですよねだからそれをガッチャンとするとプラマイゼロになるということでゼロっていうのは活動がなくてゼロもあるんですけども活動があったんだけどもゼロもあるんですよね一生懸命会社を経営してきました 売上1000経費1000イコールゼロ何だったんだろうみたいな感じとかね。投資でもありますよね。なんか商品買いました。うん、で、投資の期間が終わりました、まあ。儲かった時期もあったけども、損失も出たんで、なんだかんだでプラマイゼロだよね、みたいなね。そんなことがあるかな、ということをね、つらつらお話ししたんですよね。で、えー、ここからちょっと展開していくんですけども、もう私がね、 あの、ネットビジネスに40過ぎて参入してで、まあ、今みたいになったっていうのはまさにね何の経験も知識も何もない人が40から始めて短期間で一戸建てを買うなり現金1億3000万以上稼ぐなり、まあ、暗号通貨で一山を当てるなりっていうことがあるんですけどもいきなりそれができたよっていうふうな切り取り方もできるし実際そうは見えるんですよ。 でも本当にそうかっていうことも考えられるんですよね。何もせずに活動は無で無からいきなりそういうものが始まったかってのそんなことはないです。例えば状況的には私はゼロだったわけですけどもゼロを引き継いで40になったわけですけどもでも片っぽではねうんなんかいろんなことをして体を鍛えた結果 まあちょっとやそつでへこたれない肉体とか精神はできたかなっていうところはあると思うんですよ。なんだかんだ活動したんでこっちで体っていう資産が残ったみたいなね。精神力っていう資本が残ったみたいなね。まあ、それから、うーなんか利益は埋めなかったんだけども、人に物を伝えるとかね、人から物を受け取るみたいなことはしていたんですよね。思いを受け取るみたいな。読む、書く、見る、話すみたいな感じです。まあ、そういうのはやったりやられたりしてるわけなんですよ。それが 売上的にはずーっとね、プラマイ、いろいろあってゼロだったと思います。マイナスも生じさせちゃったし、それによって利益も得たんだけども、お調べてみたらプラマイゼロだったと。だからずーっとゼロ。もしくは私の場合はマイナス3000万以上になったんですけども、そういうふうになってきたんだけども、でも、何もせずに3000万以上の借金を抱えたわけじゃなくて、何がしかの活動や経験を経て、そこまで来たんですよね。まあですね、あとは、あの、 経費のかからないことをやれば、じゃあやった分,った分だけプラスになるってのは、今振り返れば当然のことでね。まあ、私が会社や店舗をやっていてマイナスだったのは、人も雇うし、テナントも雇うし、テナントも借りるし、改装費用かかるし、まさに毎日毎日経費を使っていたわけですよ。だからやむを得ないですよね、マイナスになるのも。 経費を使う割合と売上を使う割合がこういうふうにアンバランスだったんでこの差額の分だけマイナスになっていったっていうことなんですよねでも今はこのぐらいしか売り上げないけども経費がほとんどゼロなんで確実にこれだけはずっと残っていくんですよねで本当に私が何もせずに無の状態で40になったらさすがにそこから始めて数年間でどうこうっていうのはなかなかなかったと思います、うん、でもやっぱりね商売をやってきてよかったなっていうのは 結果はゼロ以下だったんだけどもそこでやったりやられたり考えたり経験したりっていうのは人生の蓄積にはなっていたのかなとそういう意味では私は無ではなかったんだろうなと思いますねゼロではあったけどももしくはゼロ以下マイナスではあったんだけども無ではなかったとで今日の結論ですけども無よりもマイナスの方が 得だよっていうかね価値を残せるよってことなのかなと思います。だからねよくね「悪名は無名に勝る」とかいう言葉があって悪をね必ずしもおすすめしたいわけではないんですけどもただじゃあね何もしない単なるいい人っていうのはどうなのっていうことですよね。結構いるんですよこういう人が何もしないいい人っていうのがね。 取り立てて大きな結果を出すわけじゃないけども大きな失敗もないと誰の迷惑にもならないけども誰の役にもあんまり立たないいわゆる毒にも薬にもならないやつっていうねだからもうちょっと尖っていった方がいいのかなと思うんですよねとりあえずやってみたみたいなねそんなことが求められるんじゃないかなと思います、はい、じゃあお送りしました「無」の代わりに今回の動画とさせていただきますいつかね 処理中95%っていうね、保留中になってますけど、これが自然に上がったらいいなと思いながら、今回の動画は以上にさせていただきます。いってらっしゃい。